トーマス・ビヨンは、デンマーク・シルケボー出身のプロゴルファーである。当地のプロゴルファーとして、初めて国際的なレベルに躍進した選手になる。これまでに2014年1月現在、欧州 PGA ツアーで15勝を挙げる。アメリカ PGA ツアー大会の優勝はないが、日本のダンロップ・フェニックストーナメントで1999年、2003年の2度、優勝した。 1993年にプロ入り、1996年にヨーロッパツアー最優秀新人賞を受賞、2001年3月初頭にアラブ首長国連邦のドバイで行われたドバイデザートクラシックの優勝で世界的な知名度を獲得した。この時ビヨンは最終ラウンドの最終組をタイガー・ウッズと一緒に回っていたが、最終18番ホールでウッズが 第3打を池に入れたため、ビヨンはウッズを逆転して初優勝を飾った。ウッズは最終日を首位でスタートした場合、逆転負けすることがほとんどない選手である。そのためビヨンはタイガーに勝った男として、ゴルフファンの賞賛を集めた。ライダーカップの欧州選抜2997年と2002年の2度、選出されており、2004年と2010年大会は、副キャプテンを務めた。 2003年のジオープンでビヨンは最終日の15番ホールまで首位に立っていたが16番ホールの第1打をバンカーに入れてしまいそこから脱出できずにダブルボギーとしてしまうその結果ビヨンの最終成績は E 分パーとなり先に1アンダーパーで競技を終了していたベン・カーティスに優勝をさらわれて自滅する形での2位に終わった全英オープンでは2000年にも2位があり この時は優勝したタイガーウッズに8打差をつけられている。2005年の全米プロゴルフ選手権ではフィルミケルソンと1打差の2位に入った。この全米プロゴルフ選手権では最終ラウンドの途中で強い雨に見舞われ、日曜日に競技を終了できず、決着が月曜日の朝に持ち越される異例の展開となった。ビヨンは月曜日の朝まで優勝争いに加わったが、 ミケルソンに一打及ばなかった。日本のダンロップフェニックストーナメントで1999年、2003年の2度優勝していることから日本でも高い知名度を持つ選手である。2001年11月に静岡県御殿場市の太平洋クラブ御殿場コースに誘致された EMC ワールドカップにもデンマーク代表として来日しソ連ハンセンとコンビを組んで出場した。 デンマークは4チームによるプレーオフに進んだが、そこで南アフリカチームに敗れてワールドカップ優勝を逃した。2007年以降パッティングの不調などもありあや、低迷したが2010年から復調の兆しが出始め、欧州ツアーで優勝。2003年と同じロイヤルセントジョージズゴルフクラブで行われた2011年全英オープンでは4位に入った。 現在欧州ツアー選手会長を務める。2018年にフランスで開催される第42回ライダーカップでは欧州選抜のキャプテンに任命した。テンプレート2018ライダーカップ欧州選抜。ありがとうございます。